皆さんこんばんは。3月14日、ネクスファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね、岩手で鳥インフル、同県今季初。農水省は14日、岩手県金ヶ崎町の採卵系農場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認したと発表しました。同県内では今季初めてで、2022年5月以来の発生となります。国内の農場では今季80例目とのことです。それでは真ん中ですね、飼育用コーン低収量も大豆並み。宮城県 JA 古川と JA 全農などは2022年に実証した飼育用トウモロコシについて作業時間あたりの所得をまとめました。風水害などで収量は全国平均とされる値の半分程度でしたが、時間あたりの所得は大豆並みだったとのことです。それでは最後下ですね、えのきたけでストレス緩和、機能性食品表示ギャバの効果アピール。長野県の JA 中野市は機能性食品表示を明記したえのきたけを商品化しました。ギャバが含まれ、ストレス緩和の効果が期待されるとした届け出が消費者庁に受理されています。新パッケージで効果をアピールした商品は3月中にも関東東北のスーパーの店頭に並ぶ予定だそうです。中野市はえのきたけの生産量が日本一、同市産のキノコの魅力を科学的根拠に基づいて発信するため、生鮮キノコの機能性食品表示ができるよう進めてきたそうです。 JA は研究機関と連携し、えのきたけに含まれるギャバに神経の高ぶりを抑え、リラックス効果があることを証明。研究データを同庁に提出し、昨年11月に受理されました。機能性食品の表示が受理された商品はエノタンとエノタン大株。新しいパッケージでは仕事や勉強に伴う一時的なストレスが緩和などと紹介しています。 JA によりますと、えのきたけを1日に 57g 摂取すると効果が期待できるそうです。エノタン1袋の3分の1、エノタン大株では1袋の4分の1に相当するといいます。 JA の望月組合長は、科学的根拠に基づいたえのきたけの魅力を発信して需要拡大につなげ、産地に賑わいを作りたいと話しています。JA によりますと、えのきたけでの機能性食品表示は JA 全農長野がギャバの高めの血圧を下げる機能で受理されたことに続き2例目とのことです。はい、それではここでネクスファームからのお知らせです。ネクスファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては、耐雪耐寒仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、換水制御システムによって自動換水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側走というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで、閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代、全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。他にも農業以外としまして、全店舗型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす新しいレジャー空間の提供ですとか、または雨風をしのぐ資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひこれを機会に借りてみてはいかがでしょうか。
問い合わせ先等は、こちらの下に書いてありますメールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。